皆さんこんばんは。ジ年ーネン司の経済ニュース最前線。はい、始まりました。はい、お帰りなさいませ。あ、はい、いかがですか。<laughs> はい <laughs> あ,あそうですか。久々の東京。<laughs> えー、もう消費税が上がってますね。そうですね。九州、うん、も,も上がってます。あそう <laughs> 九州まだ上がってないとか言ったらね、俺九州行ったわだったんですけど、上がっちゃいましたか。はい、えー、私もねあの先週、はい、えー、まあジョンットラダムス全米ツアーからですね帰国したんですが、はい、えー、帰国する前はねまだ増税上がってなかった<ー>ね増税する前だったんですけど。 前はそう9月に行って帰ってきたら10月1日に帰ってきましたからどうですかフー1日にまさに帰ってきたら増税ジャパンみたいな感じでしたね何か物買いましたかいやあのねこの間ね増税した後ににちょっと用があって新宿の伊勢丹に行ってみたんですよそしたら伊勢丹で買い物するような金持ちには関係ねえだろうなと思ったんですけど心なしか いてるような気がししまで一応店員さんにも聞いてみたんですけどやっぱりちょっとやっぱり生誕なんていうのはめったにいかないですけどたまに覗いてみると中国の人が多いなって思いますけどあと増税直前にねイオンにね何個か行ってみたんですけどんかね意味不明なこうんて言うんでしょう溜め込み ため込み煽りポップがいいっぱだかまこう増税前にみたいな感じで洗濯物つるす洗濯ばさみいっぱいついてあるガシャってやつあるじゃないですか、はいはい、こういうの今のうち買っておきましょうみたいなそういうなんかしょぼいあおり。<laughs> はい、こんなん別にこれ2%上がってもさ大したことないと800円とかなんで16円ぐらいですよって話なんだけどでもそういうなんかその細かいあおり16円得なんだみたいなのが結構あってあなるほどそこかみたいなちょっと思いましたけどねまあ,そうで,すねまあでもね駆け込み需要もあんまり目立ったものがなく半導減もなく。 うん、微妙です、ね、まあそのうちにねじわじわとどういう影響が出るのかって話なので結構ね掘れ見たことか何も起こらないじゃないかとか言ってる人がいるんですけれどもあ<ー>いやそれはね倉山充が私の予言が当たったということでよく取り上げるネタなんですけど <laughs>、はい、あのアベノミクスやるっていうね、えー、2012年ね、えー、まあ安倍総理が、はい、え誕生しましたけどあの時に私が言ったんですよ。本の矢でやるって言ってて言 その後2秒後にバイトの時給が上がらないともうこれは失敗だ何も起こらないじゃないかって絶対あいつら言いますよって <laughs>、はい、で言ったらもう俺が言ったもうそばからそういうこと言い始めて野党島根 <laughs> さん当たったぜってクライオンがねいまだにそれを取り上げて言ってくれるんですけどまあそんな感じですよそれあの野党もそうだしであの増税政治家どももみんなそうです増税官僚もあとそのね増税ポチのね経団連日商みんなそうですあいつらどうしようもないですね。 将来の不安がけあの後退するんじゃないかっていうんで、えー、だったらじゃあ,あの消費税1万パーセントに上げたらもうみんな将来ものすごい楽観して金使い始めるじゃないですか <laughs> 頭は大丈夫かお前はと日商の回答名前忘れてた <laughs> 三村ってたかななんかもうちょっとおかしなやついるんですけどもうね日本から出てけって感じですね本本当に日本商工会社いいよ、もう日本に。いなくて、ね 本当にそう思います。困ったもんですね。これあの防衛にもね影響するんですよ。皆さん全然ね気づいてないと思います。しっかりあの消費税っていうのは飲み込まれてますから防衛なんか。あそうですよね。今まで一回もあの別に特にその分増えてるってことないですかね。消費税ねかかるんですもんね。防衛装備カにも。免税じゃないんですよ。あのいろんなものにかかりますからね。だって自衛隊だって普通にね生活物資だって使うからね。自衛隊 多分一番物を買ってる象徴だと思いますよね。うの中でも公務員が一番多いんですよね日本、えー、最大の組織ですよね、えー、一番影響を受ける象徴だと思いますね、うん、なるほどねはい。はい、まあそんな中ですね、はい、国際情勢が緊迫してるんですが、はいはい、なんとですね、はい こんな事件がありましなんとあの伊藤提督の最新解説を我々は入手したんですけれども <laughs> ちょっとあの「昼帯から電話かかってきてたんで、ね、そうですねちょうどそれを盗み聞きしてですねこれ使っていいですか?」って言ったら「どうぞ」って言われたんでもう全部それちょっと解説するとまず衝突したのは水産庁の船と北朝鮮の漁船です。で,す、はい、で前提として水産庁の船は武器は積んでません。<laughs> ねもう全部知ってるんですね。 水産庁の船ですか。武器がない。<laughs> 水産庁の船が武器積んでたらびっくりしますよね。すごいですよね。ミサイルとか積んだのがね、すごいですよね。<laughs> 対艦ミサイル、すげえの。実は自衛隊よりすごいの持ってた,んた,、ね、ってたあれですけど、<laughs> 持ってないんです。で、放水銃ぐらいしかなくて、<laughs> えー、で、まあその警告してですね、で水ぶっかけて出てきるぐらいしかできないんです。<laughs> えー これあの警察比例の原則みたいなもんで向こうが漁船ならこっちも穏便にと、ね、向こうも武器持ってないという前提ですから,だから北朝鮮の漁船は本当に武器持ってないかどうか微妙ですけどね当然ねあの海上保安庁の船も一緒にいるはずですよちょっだけでね,ねいざというときは。<laughs> いるっていうのはちょっと、はいまあね、あまりにもリスクがありますので、はい、海上保安庁の船は一応その、まあ、射撃も OK だし威嚇もできるし、ねはい、エンジンも撃って止めたりとかもしていいそうなんですけど、はい、まあ水産庁の船はこう警告するぐらいと。 で、片や北朝鮮の船なんですがとりあえずまあボロ船ですよね、うん、すげえボロ船に、ね、で大して大きくもないんですけど、はい、20人ぐららいい乗ってたらしいんですよ。そこがちょっとすごいですよね逆にだから機械とかないんで人海戦術でイカ取ってたんじゃないですかねあ<ー>巻き上げる機械とかないんで人でやってた可能性あるんですよねだからもう船の運用自体に無理があるところにそうです その無理してきたもんだから。で、それで、なんか、その、まあ、一箇所に固まって乗ったりすると、まあ、バランスが当然、車、崩れますよね。私もちっちゃい船ですけど、ちい痒ク乗りますから。もう専門家として。専門家ってこと。単純に言うと、痒くのこう、入るとかありますよね。あそこで立ち上がったら、絶対焦げますよ。そういう。 イカ釣り漁船でもも起きてたかもしれないそそ、ね、そううう立ち上がって乗るって結構危なくてで落ちるまあそのバランスね前とか後ろにかかればそれは当然落ちるしカヤックでもこうあの、まあ、例えば波とかでバーンってなって、はい、で落っこっちゃってで自分でロールで復元できない時は鎮、まあ、脱って僕ら言うんですけどうこう脱出してあの手をひっくり返して乗るんですけど、はい、やっぱ乗る時って結構危ないんですよね。 はい、だからその乗るときって、まああの、手をガーンとバタ足して手をガーンと押してまたぐんですけどまた<ー>いでから結構勝負で、うん、体をこう持ち上げちゃうとこう倒れちゃうんですよ。えー、最初船の後ろとかかくくっつくじゃないですか、えー、だからこうあのもうほとんど柔術におけるマウントポジションみたいな感じでクラブマガでもやるでしょ相,手相手を押さえつけるこうグッときにあ,、ね、あの状態でこう船にぐっと密着しないと、えーえー、体をこう上げちゃうとこれもうすぐ波にバーン倒されちゃうんですよね。 そうだからあの船の後ろにこう乗ってる時にこう、まあ、後ろにか体重とか集中してる時ちょっとでもこう体を上げると危ないんですよ。えー、でそ,そういう,こう状態でバランスをってる時に急に舵を切ったりすると、えー、みんなうわーって倒れてそのままその倒れた自分の体重の勢いでご元ひっくり返るみたいなこともこれ当然 <laughs> 20人から乗ってるわけじゃないですかどう考えたってわーって感じで、ね、なってますよね船自体は。だ水産庁の警告に焦ってやべえって舵を切ったら、えー、みんなドカン倒れて、えー、でその倒れた勢いで。えー そのままひっくり返っっくり返ってうわーってあーで火事切り間違ってドーンって衝突じゃないのかなとま容易に想像ができる感じで、はい、でも20に放り出されたということはね、はい、これ、まあ災害派遣かなんか、はい、ここ保安庁とも,もしかしたらまあ自衛隊も出て捜索するうことになるかも一部は救助したって聞きましたけどねはい。う で伊藤さん曰、はいわく、まあ、体当たりしてきたというより恐らく、まあはい、操作ミスのこと焦ってやってあとそのまあ,あの転用バーみたいな状態だったんで、えー、もう火事切ったら変な方向に行っちゃってあらぬ方向に行って突然ぶつかって、はい、でまあそんなボロ舟ですからもう当たったら砕けちゃうみたいな。 うんうんね、それでまあ投げ出されたということじゃないかなと思いますね。えー、いやでもそれにしてもね水産庁もね何か何十隻か船を持ってて、うんはい、それでパトロールしてたっていうのもあんまりねいや知らなかったですよね,で,すよねでもね尖閣にもいるそうですよ水産庁の船は。やっぱり海放だけだともうほんに足りないですからね。 ドローン戦みたいな方向にしていかないとなかなかねやっぱね人海戦厳しいですよこのあのチャイナの話ちょっとしますけど聞くところによるとねチャイナって一応今200万人ぐらい軍隊いるのかな1何0万人でだいぶ減らしたんですけど減らしたんですけど減らす中で今ね40万人ぐらい再精鋭部隊を作ってるらしくてめっちゃ訓練してるらしいんですよこいつらだけ。 で自衛隊の二十、ねえー、何万人でで、ね、でまあ約倍ぐらい、はい、これをめっちゃ訓練して、はい、でこれはかなり強いんじゃないかと言われてるんですよね、えー、まあただ強いといってもあの広い国土に40万人ですから、えー、まあ実際に配備したら点みたいなもんですけど。えー でも自衛隊の場合ですかね考えてみてそれをだからまあものすごい機動力でまあ運んでやったりするんでしょうけどまあそんなのもあるらしいので自衛隊もねだからその人数でねやるっていうのもちょっとそろそろ発想変えてもう UAV とかねねもうバンバン飛ばしたりとかもう船もドローン船ですよねまあでもゆっくそうならざるを得ないっていうのでどうしてもその研究開発なんかは無人化とかそういう方向にもう行く方向ですねただ予算の取り方があんまり無人の方行ってないんでしょう今 いや、もう、やっぱり、どうしても枠が限られてるので、うん、なかなかその研究開発の予算自体が、もう各国に比べて一番低いんですよ。うん、あそうです、うちの親父もね、はい、その研究開発部もいましたから、ねあそ。そうです、もう一番、はいつも、いつも予算の予算で言ってましたよ。ね、た大変でしたよ、えー、本当にね、なるほど。はい、そういうことで、今、ちょっと、これが、暑いんですけど、はい、そんな中ですね。はい、えー、これ、北朝鮮の問題ですが、この南、はい、半島の南では、なんと。 はいい訂正いたしますし前回のジョネト・トラダムスウィーンドで30万人ぐらいしか集まってねえんじゃないかと言ったんですが <laughs>、はい、実は100万人以上集まってましてでね実際にはね、まあ、300万人という説もあるんですけど <laughs> えっと、ね、篠原さんに直接確認したところによると聖火、えー、台の前の広場がなんか全部埋め尽くすと50万人ぐらいらしいいしんで300万人ってなったかというとムン・ジェイン支持派のデモが200万人って報道しちゃったらしいんですよ。 で明らかにそれよりも多かったんで300万人って言ってたんですけど,ど、はい、実際のところはまあ100万人ぐらいかもしれないとあそこ広場全部埋め尽くして50万人で、うん、それでは入りきんないであふれ返っていたっていうのが現実だそうです、うん、でちゃんと数えた人はいないみたいなんですけど、えー、まあ100万人集まったということで,でやっぱりあの光景見るとちょっとインパクト大きいですよね。そうですね、はい、だからあの韓国の保守派 それから保守系キリスト教会よび在合軍人会これがかなりすごかったみたいですけどでもねほとんどもうなんか警官隊と殴り合いみたいな感じで4050人逮捕されたらしいんですけど在豪軍人頑張ったらしいですねはいで反ムンジェインでもにわかに盛り上がってムンジェイン支持派のデモはね20万人とか言ってたんですけど実はねなんかねあの人気アーティストの。 ライブ会場の外でやってて、そこに来てた客までカウントしてんの20万とからしいんですよ。だから実際には2万人ぐらいしかいなかったんじゃないかと、これも篠原さんですけどーソースは。でこれもね分かんないです。うん、篠原さんもこれあくまで向こうの伝聞情報だって言ってたんで、分かんないですけどまあ、状況的にはムンジェインかなりちょっと追い詰められてきたかなと。 はい、で韓国のそのね、あの新聞もね、実はこの反ムンジェイン反のデモが大きくて、ちょっと無視できなくて。<ー>で、あのムンジェイン支持派よりも集まってるってことを書き始めた、そうですし。あとチョグックがなんかね、えー、娘に続いて、この息子の方ですね。なんか家族ね。家族総出でお食みたいな。すごい、汚職家族、すごいですね。すごいですね。もう、あのカンナムサハって恐ろしいですね。なんかでも、なんか歴史を繰り返すじゃないですけどね。んなんかね、リベラル。 リベラルの人というか、ええ、左翼の人って、うん、なんかそういう差別好きなんですね。差別っていうか既得権、特、ね、権が好きなんですね。そこが不思議ですよね。ねでなんかそのムンジェインじゃなくてそのチョ・グックはソウル大の教授だったんでしょ。でそのソウル大の教授の地位を使って、はい、なんかのインターンに自分の息子が参加したっていう証明書を無理やり取ったらしいんですよね。は でもそれはでも正規のルートじゃないものでとで自分の奥さんもなんかほら違う大学のなんかその推薦状がなんかを捏造したとかいも、ねうん、の娘の方ですけどね、えー、でその娘がすっげえバカで、はい、でその留年思想なんだけれどもテストで全員合格になってみたいな疑惑がすごいいっぱいあってもうめちゃくちゃゃくですよねでそれがお前どのつら下げてそんなきれい事言うんだってきれい事言うでしょ検察改革だといや改革というかあの処罰が必要なのはお前の方だぜみたいな。<laughs> 話なんですけど、もうそんなん全部無視して言うわけですよ。うんうん、で批判するやつにはデマだヘイトだってレッテル貼るわけでしょ。これひどいですよね。まあそれを韓国の人たちも気づいてるわけですよね。うん、気づいてるわけですね。<で>はい、なんかね全世界的にちょっとそのリベラルの化けの皮が剥がれつつあって、うん、あの最近私ねあの筑波大学の、はい、あの加地や秀樹さんっ、ね、え準、ー、准教授ですね。はい、あのすごい面白い大紀元にコラム書いてるんですよ。 加谷先生の、ねはい、コラムよく読んで、えー、あのいろいろお勉強させていただいてるんですけどやっぱアメリカの,、ねあのまあ、黒人女性がそのリベラルと言っている民主党が4年に1回ひょくれくれってキャンペーンやるんだけどその時、約束したことを、ね、4年後にはほとんど実行しないだけどだけど黒人はみんなそのこと忘れてまた民主党を応援しなきゃっていう<ー>で、彼らに何で応援しなきゃいけないんですかって聞くとだって共和党なんてヘイトだよと人種差別だよとそんなやつに入れるのみたいな感じで言うんだけどちょっと待てとよく考えてみろと。 民主党に黒人の上院議員一人もいない時にもう共和党56人いたからみたいな話こう全部事実をファクト言うわけですよそうすると何なのこれと。うん、でその掛谷氏いくですねあの要はその差別の運動家っていうのは差別なくなると飯食えなくなるんで差別には反対するんだけど本当になそれは彼らが口でどう言うかじゃなくてこうすごいんですよ掛けさんビッグデータの専門家なので事実ねファクト彼らの発言とかをもちゃんとこうやると。 そそそういううい結論論にななるるとで今その論文を書かれれてるそうなんでこれは楽しみだともし出たらその解説の番組をやろうかなと思ってるぐらいでこれねやっぱり差別の問題とかであの関連のね話がありましたけど、ええはい、なかなかその今まで地上波なんかでも絶対できない話ですありでしたからね。ですよね。えー、だから関連だって、ね、要は地元の反対かを,を抑え込むために、うん、まあちょっとそういう反射的なものをいろいろ使ってたわけですよ。でその反射にもいろいろあってその一つが今回のやつで,、えーはい、でここがタブーって言われてるとこなんでしょ、えー でしょでこれがもうなんか言った瞬間にえヘイトだ差別だ関係ねえとかそんな力ねえとか言ってるんですけどいや山口組だってね暴対法以来力ないですよそんなこと言ってたあんた何言ってんのみたいな話で大丈夫みたいなよくそんな歯の浮くようなこと言えるなこいつらとだからもうそれが全部バレちゃってるわけですよ差別利権みたいなねそうそうそう本当にツールとして道具として使ってる人が多いってことですよねそうですねそういう人もいるとね。そのリベラルの中にはそういう人もいるということをまあ告発するまあ独定は誰がということはあえて言いませんけれども そのリビアの中にそういう差別を、はい、問題を解決したくない人がいると、うんね、でそれが、まあ、いずれビッグデータで明らかになるかなと。 もう環境問題もみんな中かそういうのがやっぱりあるのかもしれないですね。なくなっちゃうと困るねそう私には問題本気で解決したいと思ったんで左翼やめたんですよそういう意味で言うと問題本気で解決したいと思ってそういてそれでそうそうそうだから別に左翼である必要ないもんずっとループやんなきゃいけないそうそうそうだから歴史的な事実を知ってそのまあ嘘捏造ね歴史に対するこれにまあものすごい怒りを感じたっていうのもそうだしあと問題解決したいですよ私もうガチリベラルですそういう意味で言うと。 はい、でそのリベラルの,あの仮面をかぶった差別で商売している人ではないので。えーえー はい、誰とは言いませんけどね。いや、わかりますよ。そういうのはよくないなって思う。本当に核も廃絶した方がいいと思うし。平和な世界を作りたいと思ったので、やっぱりこういう研究。をそうですよね。なります。そうそう、そう、私も本当に差別のない世界来た方がいいと思う。差別絶対いけないですよ。私、あのね、あの虎ノ門ニュースなんかでもそうです。しこういう場でも何回も言ってますけど、その朝鮮人民叩き落とせとか言ってる。それヘイト。絶対やめてくださいと言ってますし。ね、もう関東では、まあ、あの割とね。 ちょっと皆さん知らないですけどそういういろんな問題ね今その関連絡みでやってるような問題についててそれはもういけないよと思ってるしそういう本もね一生懸命読んでますし今もそういうね地道にねいろんな告発してる人のね動画とかもいろいろ見てますしそういうのはやっぱいけないと思いますよ差別絶対いけないと思うんですけど問題を解決したいからこそ特定のイデオロギーにとらわれてはいけないんじゃないかなとこれあくまでも一般論ですけれどもそういうふうに言っとこうかなというふうに思います。最後ね まあそういう意味でいうと自由を求める戦い続いが続てますこれはね香港ね今もうデモが抜き差しならない状態言ってましてあの胸打たれた高校生の次はね足打たれた中学生が出ちゃいまして打たれた渋滞だった方も逮捕されてありとかねしてますしね。なんで結構ねちょっとこれはやばい問題になってます。とアグネス・長さんのツイート見たんですけど、はい、香港警察に人民解放軍の軍服着たやつがいたと。うん ででなんで警察にチャイナの軍人がいるんだと、はい、<laughs> チャイナの軍人が警察の服着て我々弾圧してるんじゃないかみたいなあ<ー>まあ多分そうだろうなって感じですけど、まあ、上等手段でねあとはねなん,かあのなんかデモのデモ隊の列に車が、えー、タクシーがなんか突っ込んで、えー、なんかこう引き倒したりみたいな、えー、その運転手つまみ出されてボコボコにされるんですけどそのボコボコにされる映像だけがチャイナで切り取られて。えー 報道されているこれね福島香おさんのメールマガに詳しく書いてあるのでぜひ、はい、ね福島さんメールマガ取撮ってみんなうん、うん、これすごいもうちょっとやばいです、はい、だからもうそういう自由を求める戦いが結構抜き差しならない状態になっていると。これで、まあうん、台湾もね 選挙が年明けにありまますから、はいはい、まただ、蔡さんの、ね、支持が高まっているようですけども、うん、かなりその飛び火する可能性もあってこ、ね、の間の,あの軍事パレードをやった建国記念日の時はね、にはいはい、まあかなりそういうことを意識したスピーチもね。ただあの、渡辺義和さん曰く、はあ、軍事パレードをたくさんする軍隊というのは大変ありがたいと。 全部見,あの見せますか、ね、そうでしかもその軍事パレードのために地獄のような訓練をするんだけど<ー>ほとんど戦闘には何の役立たない。 役立たない訓練にものすごいリソース使ってやるのでパレード大好きな軍隊の基本的に弱いんですっていう衝撃の指摘がご指摘がありまして国とかがああいうのやるんですよ、ね、ですすよよねね、えー、今回の,その軍事パレードおいしいネタありましたかと、ね、渡辺さん聞いたら「ね、いやおいしかったです」って今度まとめて書きますって言ってたんで, <laughs> で渡辺さんの論説期待ですよ、ねえーはい、香港の自由を、ね、踏みにじるためにああいう軍事的な、ねまあ、このデモンストレーションやって何なんでしょうね自由を求めちゃいけないんですかね。 ね、差別ののなないい自由な世の中実現したいですよ、ね、もう心からそう思うんですけど、ね、あの今度ねあのあのフランシスコあの教皇がね、はい、ローマ法が来ますけれども、はいはい、やっぱりあの日本に来るって言ってなんかその長崎と広島だけが注目されますけど。はい やっぱりどっちかというと台湾ですとか香港についてどういう言及をされるかうでうねしかもあの方チャイナに甘そう中国の認めてるんですそうチャイナ政府が任命した枢機卿を任命してしまうというもうあってはならないことをしてしまったんでまずいです台湾と国交のった国々が全部中国に入いているような状況もありま唯一バチカンは多分しないと思いますけど。 そこはちょっと日本のニュースって全然違うとこばっかり報じてますけどいますけどね,ですね、まあ、こんな状況で来年習近平を国賓として歓迎する気にはなれないんですがなれないね困ったもんだなということで、はい、いやもう暗雲が垂れ込めております、はい、東アジア情勢。ということで来月桜林さん来る頃には何かが起こっているかもしれません。来られるではいそういとうことでまた来月